時刻は5時半を回りました。つながるラジオの時間です。お相手は松山秀和です。どうぞよろしくお願いします。この後5時半から6時までの30分間、最後まで皆様ぜひお付き合いください。この番組はですね、私青森県の津軽に住んでいるんですけど、津軽地方に住んでいるんですけど、その津軽地方のお話だったりとかですね、まあ、私が日々感じていることとか、なんか気ままにお話をさせていただいているラジオ番組です。ということでですね、今日は11月の12日ですね。はい。はい、11月もちょっと中旬に差し掛かってきましたけれども、なんかあれですよね、すごく暖かかったですよね。なんか20度を超えてですね、すごい、11月って言ったらもう雪降るかもしれないねって言い始める時なんですけど、25度を、まで行ったのか、青森県も25度まで行ったところがあってですね、観測史上初ということで、なんか全国的にもね、なんかかなり20度超えが連発してた感じですよね。いや、なんかこう暖かいのはいいことなんですけどね、やっぱ気温の寒暖差が激しいとちょっと体が追いついていかなくってですね、ヒートテック着てみたり、エアリズム着てみたり半袖はさすがに着れてないですけど、なんか羽織ってみたり羽織らなかったりっていうね、まあ、そんな、青森県もそんな感じで非常に暖かかった、感じですね。それが先週ぐらいかな。で、まあ、今週だとちょっとずつ気温、それでもまあ暖かい日ありましたかね。20度近くまで上がったというか、17、18度ぐらいまでやっぱ上がった日もあるんでね。なかなか、まあ個人的には嬉しいですけどね。っていう感じですね。あとはね、阪神タイガース、日本一、おめでとうございます。38年ぶりということですね。すごいですね。ちょっと日本シリーズね、僕もちょっと見てましたけど、ね、最後の7戦までもつれ込むかもしれないなとはちらっと思ってましたけど、本当にね、そうなるとは思わなかったですしね。いやー、なんか見応えのある試合でしたね。僕もちょっと3試合ぐらい見たのかな、4試合ぐらい見たのかな。ちょっとこうかいつまんでにの日もありましたけど、やっぱこう山本由伸投手のね、2戦目のね、力投がやっぱこう痺れましたよね。なんか魂のピッチング、気迫のピッチングでしたね。なんかもうね、まだシリーズやってた時、野球やってた、試合やってた時は、まあメジャーにね、行くんであろうと、いうことがまあ取り沙汰されていて、だから、中島監督も2戦目最後まで投げさせたと言うんじゃないかっていうね、そんな話もありました。135球でしたっけ、140球近かったですよね。いやー、だから最後に日本のファンにこうちょっと最後に言うしようっていう風な思いもね、監督もご本人もきっとあったのかもしれませんね。なんかいろんなね、球団名前、メジャーの球団名前出てますけどね、まだ若いですよ。25歳だったかな、まだ若いですよね。いや、全然これからがね、活躍できる感じですし、私が見た報道だと、ドジャースになんか行くみたいな報道をちらっと見ましたけど、そうなるとね、大谷選手とのね、同じロサンゼルスに行けば、2試合見れるみたいなことになるのかな、どうだな。まあ、大谷選手がね、どこ行くかもにもよりますけどね、なんかこういよいよこう野球のシーズンが終わって、まあ、オフシーズンね迎えたなという感じで、この次の2月のキャンプインまでね、少し、野球ファンとしてはね、少しこう寂しさもあるんですけどね。まあまあ選手の皆さんにはね、まずはゆっくり休んでいただいてね、戦い抜いたオリックスの選手にもね、勝ち抜いた阪神の選手にも、ね、あとシーズン通して、145試合、
駆け抜けたですね、他球団の選手の皆さんにも、今年もプロ野球楽しませていただいてありがとうございましたというね、そういう思いでおります。ですね、私今実は、まあ、今日収録しているのは札幌におりましてですね、ちょっと札幌に来てます。でちょうどその野球の話で思い出したって話すんですけど、ちょうどエスコンフィールドですよね、日ハムの本拠地ね、今年からオープンした新しい球場エスコンフィールド、以前ですねこちらのつながるラジオでもエスコンフィールドに行ってみたよっていう風なラジオをですね、紹介させていただいて、YouTube の動画で撮ってきてますので、もしご興味あったらですね、つながるラジオで検索していただければ、エスコンフィールドに行ってみたというので出てきますんでね、ちょっと見ていただければ嬉しいなと思うんですけど、せっかく札幌に来たんで、またエスコンフィールドに行きたいなと思ったんですよ。ちょうど日ハムの秋季キャンプ、ね、秋のキャンプですよね、やっていて、うん。で、報道だとですね、なんか初日で1万何千人来たなんてね、そんな報道を見てですね、マジかと。すごいなっていうね、いや、まあほら、ね、札幌本拠地とはいえども、ね、で、新庄監督就任して今2年経ったのかな？ちょっとこうね、成績としてはちょっと伴ってないところあるわけじゃないですか。だから、なかなかキャンプを見に行くってなると、まあ、コアなファンというかですね。そういう人じゃないと、ちょっと行けないなっていう気持ちも、なんか、行かないだろうなっていう気持ちもあって、僕は、キャンプは見に行ったことがないんですよね。で、二軍球場とかにも行ったことがない、見に行ったことはないんですよ。私は広島カープのファンなんですけど、広島に住んでやったことがあるんですけどね、その時も、マツダスタジアムにはよく行ってましたけど、二軍の球場、ね、には U っていうね、U 球場っていうのがあるんですけど、そこには行ったことが実はないんですよ。で、ましてやキャンプはっていう感じなんですけど、その西ハムのね、そのキャンプに1万何千人集まるって、いや、これ、すごいなと思って、なんかね、無料で開放したのかな？確か。無料で開放していて、だったら行こうっていう風な気持ちに、まあ、ならんくもないですけど、で、ほぼほぼ超満員っていうか、全部の席をね、開放したわけじゃないみたいですけど、そのフリーで開放した席に関しては、ほぼ超満員で、なんかX もね、少し拝見していたら、めちゃくちゃ人が多いってね、多分現地参戦されてるファンの方だと思うんですけど、お店もね、その球場の飲食店も、その日やっているわけですよ。で、その飲食店も多分想像以上だったんでしょうね。売り切れが続出してるなんていう、そんなポストも見ましたけど、なんかすごいな、でうまいことやってるなとも思うんですよね。やっぱキャンプって、オープン、ね、公開しているものはしているんですけど、どちらかというとこう、なんか、クローズ的なイメージもあって、あまりこう飲食店とかはね、そういうのやっていないだろうなっていう。で、あとほら、本拠地でやることってあんま少ないのかなと。沖縄行ったりとか、暖かい方行ったりね、九州の方行ったりとかして、やることが多いじゃないですか。そうすると、球場設備にね、飲食店が入ってなかったりもするんで、そういう飲食自体がまあやってないっていうこともね、多いと思うんですけど、だから本拠地でやっぱやって、飲食とも連動してってなると、まあ球場無料で開放したとしてもね、まあ飲食には人が押し寄せるわけですから、飲食店さんにとっては助かるでしょうし、ましてやね、このシーズンオフの期間、やっぱり言うても球場空いてる、試合がある日、試合開催日ほどはやっぱお客様来られないと思うんで、なんかそういうとこ僕もね、考えると、まあ、キャンプ本拠地でやって、飲食店も開けて、で、普通に営業するっていうのは、うまいこと考えたなと。で、こうファンサービスみたいなのもね、新庄監督らしさですけど、しててね、なんかなんか150万円ぐらいのコートをなんかプレゼントしたみたいな記事も見ましたけどね。
いやー、太っ腹。俺も欲しい。と思いましたけどね。だからね、札幌にちょっと来たので、エスコンに行って、キャンプ見ようかなと、少し時間を作っていこうかなと思ったんですけど、キャンプって僕も知らなかったんですけど、調べてみたら、やってる時間短いんですね。僕一日中やってるもんだと勝手に思ってたら、なんか見たら9時からスタートで12時、お昼で終わりみたい で、その後は自主練なのかな。もしかしたらね、その球場残ってやる選手もいるのかもしれませんけど、まあそういうオープンな場でね、公開練習みたいなのは多分12時で終わりみたい で、札幌に着いたのがね、ちょうど12時ちょうどぐらいだった。じゃあ11時ちょうどぐらいで。でそこからエスコンまで行くってなると、まあ、車じゃないので、電車で行く感じだと、やっぱ調べると1時間近くかかっちゃうんですよね。そうすると見れてもね、5分10分見れるか見れないかだったんですよ。うわーと思って、でもなんか空気だけでも吸いに行こうかなーなんて思ったんですけどね。ちょっと諦めました。まあ、また来シーズンかなと、いうふうにですね、思って。まあ、エスコンね、やっぱすごく綺麗な球場だし、なんかすごいね、見やすいし、また行きたいなーって思ってるんで、まあ、来年ね、ちょっと今年もエスコンも一回行った時は、試合自体はね、1階の表も見れずに帰ってるんですよ。実は。そう、それも飛行機の関係で。ついでにエスコン行ってる感じなんで、エスコンメインで行ってなくて。で、次ね、札幌に、来る、野球シーズンで来るときはね、エスコンメインでね、ちょっと来れるようにしたいなぁなんても、ちょっと思ってますという感じですね。はい。ちょっとオープニング、かなり喋っちゃいましたけどね。はい。メッセージもお待ちしております。メールアドレスは 797@fmkidoone.com です。はい。それでは今日も始めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。この番組は青森県弘前市で創業46年、弘前アルミ証券の提供でお送りいたします。ガラスが割れてしまった。内窓をつけたい。玄関ドアをリフォームしたい。カーポートを設置したい。家の中に手すりをつけたい。お家の困りごとは何でもお任せください。この道一筋の職人が皆様のお悩みに寄り添います。今なら窓のリノベーションが補助金を使ってできる可能性があります。詳しくは弘前アルミ証券ホームページ Facebook ページからお問い合わせください。はい、お届けしておりますのはつながるラジオです。お相手は松山秀和です。よろしくお願いいたします。今日はですね、ちょうどこう札幌に来ましたということで、その札幌に来る時までにですね、空港から飛行機で来たんですけど、その、まあ、空港での出来事というか、まあ、飛行機に乗った時の話というかですね、ああ、なんかこう、飛行機会社っていうんですか、航空会社って、のサービスレベルって高いなっていうふうにちょっと思ったことがあったんでね、ちょっとその話をしていきたいなと思うんですけど、私、長らく接客業やってまして、15年ほどですね、まあ、ユニクロとかセブンイレブンとか、まあ、そういったところで、お客様とですね、接して接客業の商売をしてきました。なので、こう、接客に関してはですね、ちょっと、人より少しうるさいところがありまして。クレーマーとかじゃないですよ。クレーマーとかじゃないですけど、まあ、自分なりになんですかね、求めている基準が高いめなところは正直あるんですけど自覚症状ありなんですけどね、それでもって何様なんだって感じですけどまあ、とにかく航空会社とかね、空港の方のサービスってすごいなっていうふうにちょっと思ったので、そのお話をしちゃいます。はい。まあ、青森空港からですね、新千歳に向かうときに、まあ、空港でね、まあ、手荷物検査して中に入るじゃないですか。で、ちょうどまあ私が入った時間帯っていうのが青森空港でですね、まあ、フライト前ですよ。搭乗口の前で座って待っている時に、多分アイドルタイムでね、ほとんど人が座ってないかったんですよ、座席にね。座席っていうか、その待合室に誰もいらっしゃらない状況で、結構のびのびと
できるというかですね、窮屈感がなかったんですよね。で、ちょうどこう、今、まさに飛び立とうと、搭乗口の、なんつか、こう、ゲートみたいなのが、ガチャってこう、のがこう外されて、うん、お客様が乗り終わって、ちょっと飛んでいくっていう時ですよね。なので、私から見ると、ちょっとパイロットの席が、真正面に見える。うん、なので、空港の搭乗口からガラス張りで、向こうに飛行機が見えていて、ちょっとこうパイロットさんの席が見えるっていう状況だったんですよね。うん。で、その、ちょうど FDA っていうね、その富士ドリームエアラインズっていう会社さんが、名古屋行きの飛行機かな、あれは。だったんですけど、その飛行機をちょっと見てたんですよ。うん、なんかポケット。あんまちゃんと見たことないかったんで、そういう場面を。なんだかんだで結構人がいらっしゃるから、そういう、ちょっと恥ずかしさもあって、眺めることができないかったんですよね、自分は。うん、なので、ちょっとこう席立ち上がってですね、結構こうスレスレのところまでちょっと、見に行って、ガラス越しですよ。ガラス越しのところまで見に行って、どんな感じで運ばれていくんかなっていうのをね、こう飛び立つんかなっていうのをちょっと見ようと思って、ちょうどこう見てた時にですね、その搭乗ゲートっていうんですか、それが、ガチャッと外されて、飛行機のドアも閉められて、で、いよいよ飛行機が、滑走路の方に向かいますと。こう、バックでね、こう、滑走路に向かっていきます、みたいな時ですよ。うん、で、僕、こう、一人でね、こう、立ち上がって、ずっと見てたんですよね。うん。向こうからしてみたら不審者に見えるかもしれないけど、ずっと、ぼげーっと見てたんですよ。うん。で、パイロットさんがどんな風にして見てんのかなって、まあちょっとちっちゃいけどね、見てた時に、ちょうどこう、バックし始めた時かな、パイロットさんがね、こっち向かって、だから、こっちで僕しかいないんでね、僕に多分、やってくれたと思うんですけど、手振ってくれたんですよ。手振ってくれて。うん、40代のね、おじさんに。向こうおじさんかどうか見たかどうかわかんないですけど、でも人が立ってるのは多分分かったなと思うんですよ。他に僕以外いなかったから。で、僕に向かってね、手振ってくれて、ああ、と思って。で、ああ、ちょっとなんか、生きてて手振られることってないじゃないですか。しかも不意に。で、しかもこっちちょっとこうね、おじさんだから、ちょっと手振るのに抵抗感あって、そのパイロットさんね、結構長い間振ってくれたんですよ。その飛行機がこうバックしてる間ずっと。だから、1分2分は全然振ってくれてたんですよ。そう。だから、俺も返せばよかったんですけど、ね、その恥ずかしがらずに、何照れてんだよって感じですけど、手振ればよかったんですよね。手振れなくて、あ、なんかこう、はにかんでる状態。まあ、はにかんでるとか見えないと思うんですけど、なんかこう、こっちははにかんでるだけ。みたいな感じで、でもめちゃくちゃ嬉しくてですね、こういうのって、だって、パイロットさんって、ね、まあそういうことをしなくても別にいいわけですよ。よくほら、地上のね、作業員の方が、送るときに手振ってくれるの、あれはよく見るじゃないですか。うん、だから僕、あの方はすごくこうやってて、あれも嬉しいなと思ってたんですけど、あれも手振り返したことないんですけどね。ないんですけど。パイロットさんもやってくれるんだってのね、なんかすごく好感を持てて、一気に富士ドリームエアライン好きになりましたね、また。前にもね、富士ドリームエアラインでね、結構、すごく接客いいなと思ったことがあったんですよ。それにこう輪をかけてきてるので、もう大好き。ちょっとね、だってまた富士ドリームエアライン乗りたいなってやっぱ思っちゃいますよね。ファンになっちゃいますよね。お金のかかることじゃないですけど、ちょっとしたことのこうサービスってやっぱこういいですね。なかなかできることじゃない。なかなかできることじゃないですよ。僕だって手触れないですもん、絶対あの瞬間。あれがね、なんかすごいなーってちょっとまず思いましたね。で、あとはですね、飛行機にこの乗りますの時なんですけどね、乗りましたか。乗りましたの時、ちなみにちょっと乗った飛行機はね、富士ドリームエアラインズじゃないんですよ。ANA、全日空なんですけどね。全日空に乗って、で、札幌行きのフライトですよ。で、
で、青森札幌間ってね、非常に近いんですよね。うん、上に上がったかと思ったらまたすぐに降りるみたいな、うん、こう、ロフテッド軌道みたいな感じですよね。そんなフライトなんですけど、山なりの軌道なんですけどね。1時間も多分乗ってなかったと思うな。なんか20分早く着いたって言ってたから、多分40分ぐらいしか乗ってなかったのかもしれないですけど。その、まあ、何が言いたいかというと、小型の飛行機なんですよ。すぐに降りるから。ジャンボジェットとか とんでもなくって、プロペラ機。の、うん、で、小型のね、2列シートの、2列シートがこう、左左右にあるっていう、ね、ちょっと小型の飛行機なんですよね。うん、なので、客室乗務員さんも、普通は3人とか4人ぐらいいらっしゃるイメージですけど、客室乗務員さんも半分なんですよ。2人の方がご担当されて、女性の方でね、担当されてたんですけどね。で、僕が乗った時間帯って、まあ大体お昼ぐらいだったんで、まあ、そんなに混雑する時間帯じゃないんですかね。うん、で、思ったよりも空いてたんですよね。まあちょっと空席の方が目立つなぐらいな感じで、ちっちゃい飛行機なんだけど、目立つなと。だからこう、隣り合わせに座って、なんでこう窓側座席と通路側座席ってあるじゃないですか、うん、その2つの座席が埋まってる方が少ないんです。全然でみんな何かこう贅沢使いできるぐらいの人数ですよ、うん、隣の席にもうちょっと使っちゃおうの時あるじゃないですか。ちょっと物を貸してもらおうみたいな時あるじゃないですか。あれです、あの感覚だったんですよ、うん、で、全然悪いことじゃないんですけど、たまたま私は隣いらっしゃったんですよ。うん、私窓側の座席で、で、お隣いらっしゃって、で、ちょっとね、お隣さん、私が座った後にいらしたんですけど、そういう機内のね、状況で、まあ、座席が結構空席が目立っている状況にもかかわらず、その方もね、通路側座席に取られたんだと思うんですけど、その通路側に私のところだけ二人になったのは少し罰悪そうにね、いやちょっと失礼しますねみたいな感じでお声がけくださって座ってくださったんですよね。でも僕は全然気にしてなかったから、まあそれはそれでね、全然いいやと、普通は大体隣いらっしゃるから飛行機はね、うん、全然いいやと思ってたんですよね。でフライトちょうどこうするかしないかでいろいろこうね、客室乗務員さんもいろんなアナウンスメントとかして、まあ、一通り終わると座席のこうチェックみたいなね、シートベルトのチェック、座席ベルトのチェックみたいなするじゃないですか。荷物のこう棚がねちゃんと閉まってるかとか、いろんなこうチェックをされてこう見回りされるじゃないですか。あの時にその隣に、私の隣にいらっしゃったね、座席の方、男性の方にだったんですけど、男性の方にお声掛けしたんですよ。客室乗務員さんが、お客様と、お客様もしよろしければこちらの座席窓側空いておりますので、ご移動されますかと、うん、でちょうどその近くにですね、窓側も通路側も空いてる、まあ、2つ空席のところがあって、そちらの方にご移動よかったらしませんかっていうことを客室乗務員さんからお声掛けされたんですよ。で、あ、これもね、まあ向こうからするとよくある光景かもしれないですけど、僕からするとなかなかこう見たことがない光景だったんで、ああなんかこう、しかも多分ね、罰が悪そうにしているそのお客様の心情みたいなのもいろんな業務をこなしながらきっと見てたんだと思うんですよ。表情とか、ちょっと私にね、申し訳なさそうに、ちょっと失礼しますっていう風に言いながら座った、そういった仕草とかね、声とか言葉がけとかでね、多分察してたのと、その人はちょっとこう隣に座るっていう、で、私のところだけ二人掛けになっちゃってるっていうのが、なんかその方にとってはちょっと申し訳ないなぁ、みたいな風に思ってるんだろうなと。うん。それを見逃さずにね、なんかすかさずちゃんと声をかけて、席移動を促すと。で、当然隣のお客様はね、あ、いいんですかと。あ、よろしいんですかと。あ、ありがとうございますってね、すごく大感謝をされていらして、まあ、それはそうですよね。まあ、願ったり叶ったりっていう、その方にとっては多分そういう状況だったと思うんですよ。他に空いてる席あって、なかなか自分で映るって言いづらいじゃないですか。映ってもね、いいんですけどね。声かけて、乗務員さんに、
声かけて自分からあちらの席移ってもいいですかっていうのは全然 OK なんですけど、自分もそういう風にしようと思った時あるんですけど、やっぱ言えなかったんですよ。うん、言えなかったんですよ。僕の場合は、通路側席を取って窓側座席が空いてたので窓側座席に隣ですよ移動したかった時があったんですけど、それでも言えなかったあれほらなんかちゃんと名簿取ってたりするっぽいなと思っていて、勝手にですねなのでちょっと勝手に移動しちゃいかんなと思って必ず乗務員さんに声かけようと思ったんですけど、声かけられなかったんです自分は。うん、だからね、あ、そういう風に声かけられるのはすごいなーっていう風にちょっと思いましたね。なんかああいうの見ると、そのパイロットのね、手振ってくれたのもそうだし、もちろん地上のねそういう作業員の方がいつも手振ってくださるのもそうだし、そういう客室乗務員さんの何気ない一言っていうのもそうなんですけど、全てやっぱちょっとしたことなんですよね。うん、でやっぱこうサービスをするとか、なんかこうサービス業以外の方でもね、ビジネスをしているとか、あとは、まあ人間関係でもそうですよね。なんかちょっとしたこう気遣いっていうのが、あ、しかも思ってもいなかったところから出てくるちょっとした気遣いっていうのは、やっぱ心を打つなと、相手の心を打つなっていうのをすごく感じました。ですね。だから自分もね、今こう接客業みたいなことではないですけど、やっぱこう相手の立場に立って考えることの大事さっていうのはね、すごく感じた。そんなですね、空港、飛行機でも飛行機内での出来事でしたということでして、エンディングのお時間となります。はい。毎週ですね、日曜日は5時半からつながるラジオをお届けしております。YouTube でご覧の皆様ですね、画面に QR コードございます。ノートとかでですね毎日情報発信させていただいておりましてですね、私のこといろいろよりよく知っていただきたいちょっとよりよく知っていただきたいとおかしいですけどね、まあ気分で、よろしければ登録いただけたら嬉しいなというふうに思っております。はい、札幌に来ていて札幌の話ほとんどできませんでしたけど、また機会があったら札幌の話もさせてください。それではまた来週お会いいたしましょう。ありがとうございました。では失礼いたします。